の構造を全部喋ってた。そうなんですよ。今度で急にポロンって言ってポロンってなるんですよ。吉村の凹凸周りがひどいな。これは多いな。山本になっちゃう。どうも東京テイソンです。お願いします。さあそして佐久間さん、よろしくお願いいたします。ということで今日もこいつらです。面白い面白い面白い、みんな面白い。お笑いなら私たちに任せて。せーの、ラフラフです。お願いします。あれ、これ変える変えないはどうだったんですか。いや、もう今任されて。あ、もう任されてる。とりあえずこれで任されたんで、まあやろうかなっていう。一番しっくりくる。いやまあね、俺らはね、俺らはしっくりきてるからね。まあちょっと毎回毎回ちゃんとびっくりされてるよ。いろんな方に。現場で。ああやっぱりね。ちょっとそれはそれでいいと思う。そうですね。まあこれはこれでまたおいおい考えましょうということで、3月9日が近づい。はい、ちょっと。何でしょう。佐々木はいないよね。本当だ、佐々木だ。あの佐々木は今朝っき連絡ついて寝てたそうです。マジ？マジでも？マジで？不定やったな、あいつ。やば！寝坊は不定っすね。2本目間に合う？2本目は間に合う。あれ、家遠いんじゃなかったっけ？結構遠めに。だよね、遠いよ。3本目に間に合うかなぐらい。いや、これ罰ゲーム、急ぎやらそうよ。これ絶対罰ゲームだよ、これ。この時期に多心境でしょ、絶対。いや、絶対そうだよ、マジで。今日だよ。いや、それダメだよ。あんま控えてるから。関係ねえ、関係ねえよ。さあ、ということで3月9日が近づいてきたということなんですけれども、うんうん、もう3月9日といえば何ですかってことですよ。3月9日は、はい、レミオロメン。違いますよ。レミオロメンさんの歌でありますけど、3月9日。あ、顔赤くするなよ。ベタをやったな、ベタをやったなじゃないんだよ。あの、突っ込むのも恥ずかしかった。意外とこうやって突っ込むの恥ずかしいんだよ。そう、違う、何ですか。せーの、ポーズは何で。言ってることが違うな。ダメじゃねえかよ。佐久間さん、じゃあお願いします。はい、3月9日といえばラフラフのフォースワンマンライブです。出ました。これでしょ。絶対にこれじゃないですか。前回がいつだったの。そうか、12月24日か。12月24日です、うん、そうだ、はい、で本当に M1 の決勝とぶつかったから。いや、はい、そういうのは絶対避けようって言って、はい、3月9日にしたんだよな。よかったよかった。なんか被ってる。被ってます。え、何が。 R1 の決勝です。あれ、あれ、決勝9日だっけ。なんで賞レースにばっかするの。全然かぶせてくるんですよ。いや、偶然。そう、あ、偶然なんだ。あ、じゃあまた打ち当てたんですね。すごい入りに。なるほど。あ、じゃあもう斎藤なんて家で見たかったでしょ。だから今も悩んでます。行くかどうか。何言ってたの。来ないって。 R1 出てたんだもんな。だってはい、な、途中で落ちたとは。落ちました。1回戦か。はい、大丈夫大丈夫。ああ、ここにもいるから。それもこんだけ息巻いてますが、1回戦で落ちました。俺もびっくりしました。俺もそんなことないと思ってた。なんか天狗じゃないけど、あるってちょっとテレビ出てる人って1回戦とか2回戦通るじゃない。まあまあ、ない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 。帰りの電車で気づいたんですけど、うん、下ネタやってました。大下ネタ、ね、大下ネタやってました。そういうね、賞レースは大変ってことですよ。難しいですよ。はい、ということで、今日はですね、ラフラフのメンバーに、フォースワンマンライブに来たくなる激推しポイントをプレゼンしていただこうということで、皆さんに考えていただきました。さあ、では行きましょう。じゃあ、はい、長松さん。はい、私のフォースワンマンライブの推しポイントは衣装です。あら、え、新衣装か何かが出る。はい、はい、皆さんの前ではまだ出ていない、あ、うん、いない衣装も来ますし、うん、やっぱり今までこうフォースワンマンまでいろんな衣装が出てきて、確かにね。なのでそれもね、ほとんど全部来ますし。おー、すごい。あと一つね、こうアンコールとかではまだまだね、うん、まだ、うん、ちょっと見たくないんですけど。なるほど、ちょっとまだ内緒なことがあるのね。あの服を着るので。なんだろう、あの服って何なんだろう。はあ、これはちょっとでも楽しみですね。うん、いや、そうね、うん、来る人からしたら、ね、今回はどっちかっていうと前田さん中心の、はい、彼女たちは前田さん中心で、うん、いろんなものを組み立ててるから。あ、じゃあみんなの意見もいろいろ入ったりして。ああ、いいですね。あ、これがいいですね。ちょっとこれ衣装はね、ぜひ注目していただきたいと思います、うん、さあ続いていきましょう。はい、じゃあ高梨行こう。はい、私がの推しポイントは、うん、名物企画再登場です。なんだ名物企画。からもうアイドルオタクだったらもう大好きだろうっていう、ここの YouTube でもやりましたし、サードワンマンの昼公演でもやった
あの名物企画がちょっと形を変えてもしかしたらやるかもしれないので、まあ、みんなをキュンキュンさせられるように、私はこういうの苦手なんですけど頑張ろうと思います。画面ジャンパイ画面ジャンパイやる？画面ジャンパイだって吉村が発信しちゃう発信しちゃうからな。それじゃ あのファンの方たちからもこうやっぱ好評だったりとかしたの？そうですね、うん、でもなんかこれは苦手でも得をする企画というか、苦手なのに頑張ってるアイドルが可愛いし、完璧にできるアイドルも可愛いの、うん、誰も損しない企画になってるので。おー、なるほど。え、その構造を全部喋ってる？そうなんですよ、そうなんですよ。エビさんなの？エビさんのエビの時に説明してるんだ。これは大丈夫です。演者が損しないんでって今から分かるけど演者じゃん。はい、じゃあリーダー行こう。はい、私の推しポイントは、はい、今回コントがない、でもバラエティめっちゃするよって。はい、今回コントないの？そうですね。え、これはどういう意向で？あの、長いから尺いや、そんなん言ったら尺短くすれば いや、尺短いネタまた書けないんだ。いや、珍しいね。ちょっと温めようかなって、うん、あ、一回温存、はい、短いのかけた時に次のライブで次のライブで披露する。あ、斎藤発信なんですね。斎藤発信、斎藤がだからいける、まあ、5から8分のネタがかけた時にあのもう一回出てくるんだけど今やっぱ15から20いや、それは長い。03の単独の千秋楽のそうでもバラエティ企画はあ、じゃ あ違うバラエティ企画をやるのね。はい、今言ってたあのゆいちゃんが言ってたのもありますし、うん、プラスなんか曲の中でちょっとそういうバラエティっぽいのをするっていうのもあるんで、まあね、あの大喜利の曲じゃないのでじゃない普通の曲をこう面白くやるっていうのが一個あるので。へえ、何それ、ちょっと楽しみだね、それは。はい、あ、でもコントできないのやっぱちょっと残念。そうですね、やっぱやる気がちょっとダメじゃん、メイン歌だから。 R1 もあって。さあ続いて、はい、じゃあ夏目。はい、夏おバカ。あら、夏おバカ。はい、そうなんです。私ひらがなが多すぎやしな。夏も書けないし、読みやすさは大事です。で、これは口答えですか？あれはもう俺口答えと認定してるから。読みやすさは大事です。サードワンマンの時に、うん、君がナンバーワンっていう曲でテスト曲だったんですけど、ね、私いつも正解したんですよ。知ってた、知ってた。なのになんか最後になんだっけ、おバカは誰だみたいなので、うん、リョークが呼ばれちゃったので、うん、今回は絶対に呼ばれないように頑張るよっていう見どころだよっていう。だから今回もその曲をやるってことですよね。かもしれない、ね、あの時はね、違うの、その本当は夏目を外すべきだったの、はいはいはい、そういう問題じゃない、トラブルが生まれてそうだ、あの言ってたやつですね。あのね、佐久間さんがね、天才ハッカーみたいな感じ。やっぱすごいなって、やっぱすごいなって思った。あれはだからその、変えられなかったの、最後の方が。あー、なるほどなるほど。夏目が予想外の正解した時に、じゃあ今回も挑戦するかもしれない。今回は大丈夫、今回は大丈夫、頑張ります、頑張ってください。さあ、じゃあ続いて、はい、じゃあ吉村。はい、推しポイントは、はい、考える時間の大喜利が全員面白い。大丈夫？え、大丈夫？これだってマジで、マジでみんな聞いてないじゃん。その時まで断言したよ、大丈夫？きっと面白いと思います。もう自信ある？はい。あ、どうした？中松どうした？なんてことを。そうだね、みんなを巻き込んだもんね、今ね、完全に。やっぱり1年やってきたので、うん、その成果が出せるかなって思ってます。ちょっと吉村に賞、大喜利1個振ってあげてるじゃん。大喜利で、みんな大喜利だったね。大喜利だったね。こんなこと言ったなら、言い出しっぺだから、言い出しっぺだからね、そう。じゃあ、私立青アホ高校の校則とは、私立アホアホ高校の校則とは、いける、すぐいける、すぐ出る、すぐ出るか。私立アホアホ高校ので、やりたいって思った人は自分のフリップに書いてもいいよ、絶対。ありがとう。なんでお前はモテるわけ。モテなくていいんだよ、俺が言ってるだけだから、モテなくていいんだよ、別に。いや、これはだいぶハードル、大変でした。吉村、吉村、いや、まあ、顔面ジャンパイで多分自信つけたんだよ。私いけるって、私いけるじゃん。斎藤が前向きなのがよくわかんないんだよね、やっぱり。はい、はい、じゃあ2人で。私立阿波高校の校則とは、黒
パンがまな板。ごめん、ツッコミのパターンがダメじゃねえかしかなかったからしっかりした。これそこそこ受けるかもしれないですね。リズムの大きさ絶対受ける。もうでも吉村が終わったから全然俺ら的にも満足。なんかメイナちゃんもやりたいって聞こえてきました。いや大立ち回りしたかちょっと吉村の大立ち回りがひどいな。これは大立ち回りがひどい。はい、もう指名が入ってます。はい、考えて決して考えて。え、崎山さんみたいな。いや、ほんとにちょっと大立ち回りがすごいな。崎山さんになっちゃうよ。これはすごいな。もうすぐ考えて、すぐ考えた過去。すぐ考えた過去。もう日々の青葉高校の校則。もう頭に思い浮かんだやつ、パッとこうね。はい、行きましょう。はい、オッケー、はい。じゃあ、私立青葉高校の校則とは。国家の出だしがおならぷー。いや、それは仕方ないよ。それは仕方ないよ。いや、でも面白い。悪くない。吉村、今のどうだった？え、もう成功だ。立ち回りしてるわ。いや、あなただけ一人でやってるんですね。はい、じゃあ斉藤、はい、私立青葉高校の校則とは。問題に正解したら先生が口に小魚投げてくる。こいつだけやっぱ角度が違うんだよな。そりゃやるわ、それやるわ。だこれぐらい頑張りますよってことね。そうです。いや、素晴らしい。そうですちょっとだからまあね、吉村の大立ち回りってのもねライブで出るかもしれないんで、これはちょっとぜひ見ものですね。でもいいんじゃない、どっかでコーナー MC とかやってる。あ、確かに MC やったらね、めちゃくちゃやってくれそう、もうなんかみんなからすごい目で見られてる気がする、ね、全然そんなこと、全然そんなことない。さあ続いて、はい、はい、じゃあ日々の、はい、ついに解禁、あのカバー曲。え、何？前回初めていろんな方のカバー曲やらせていただいたんですけど、うん、もう結構前からこのカバー曲はやろうっていうのを話には出てたんですけど、あ、そうなんだ。やっぱちょっと今じゃない今じゃないってずっと撮っといてて、1年を機にここで初披露させていただきます。じゃあもう皆さんが知ってる、みんな好きな曲、うん、誰がそれ誰がやりたい、やりたい、そうですね、私とかアリサがやりたいね、ちょっとぜひこれをやりたいですっていうところからやらせていただきます。ちょっとこれは楽しみですね、ぜひ皆さん、はい、お楽しみにということですね。はい、はい、じゃあラストかな、江崎、はい、アイドルらしさが詰まってるライブになってるなって思って。なるほど、アイドルらしさ。やっぱ私たちはこうやってなんかバラエティをやってるし、いろいろね、うん、顔を汚したりとか、そう、ね、顔を崩したりとか、いろいろやってるんですけど、やっぱ本質的にはアイドルっていうところを1周年やっと見せられるなっていう構成になってると思うんですよ。なるほどね、あの、うん、本当に私たちアイドルなんです。もうなんかスタッフさんへの提言みたいな。アイドルなんです。がやっと見せられるなって思ってて、私たちもそのアイドルらしさ本質的に忘れてたよねっていう部分があったので、うんうん、練習でやっぱアイドルはこうでなくちゃを意識して練習してるので、なるほど、ね、やっぱ曲のクオリティも圧倒的に上がってますし、うん、もうとにかくアイドルしてるラフラフが見れます、うん、やっとやっ、ありがとうございます。誰に感謝してんだよ。コントもないって言ってたじゃん。あ、そっか、そうだ、コントがない、ね、その時点で結構普通のアイドルっぽいところもやっと見せられたかなって。やっぱ藤崎的にはコントやるのはちょっと、いや、なんだろう、すごいアイドルらしく走るじゃないですか、うん、最初の出だしとか。そうね、なのにコントで急にボーンっていってボーンってなるんですよ。あの人宮川大輔さんぐらい大輔さんぐらい。いや、だからまあいろいろね、アイドルらしさを見てくださいってことで、はい、いや、これぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします、はい、さあ、そしてごめんなさい、今佐々木と連絡がついたそうです。あ、推しポイントを聞いてきました。あ、あ、じゃあ私から発表していいですか。はい、はい、カバー曲をしてもラフラフらしさを出す。あ、なるほど、さっきね、いいのが言ってたね、まあ、ちょっとかぶっちゃってるなと思って。はい、かぶるよ、言っちゃダメじゃないか。だからまあ、カバー曲だけどラフラフだからこそできるパフォーマンスをしますよと。はい、なるほど、いや、これもぜひね、見物ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、すいません、はい、さあ、ということでちょっとね、まだあのいろいろ言っていただいたんですが、ちょっとね、まだライブ来てくださいにしたらちょっとまだ弱い気がするので、うんうん、自分なりの
ライブの公約みたいなのを何かある人はぜひちょっと言っていただいて、それを実際にライブでやっていただきたいなと思うんですけど、なんかあります？こういうこと私ライブ中にやります。あります。あら、高梨、この前あのファンの方と、うん、あのショールーム配信でも約束したんですけど、うんうん、自分はいい意味でも悪い意味ですごい安定してるから、うん、その安定の幅をパフォーマンスとか MC でも超えられるように、まあ、自分の限界を突破して新しい自分を見せたいなと思ってます。それは どういう面でとか、それはまだ考え中。なんか歌とかダンスで楽しいとかの感情をもっと出せる気がするから、もっと出したりとか、MC でもモナミンと一緒にもうちょっと暴れたいなと思って。あ、はっちゃけるってこと。はっちゃける。あ、いいですね。これもちょっと新しい高梨が見れるかもしれないですね。はい、なんかあります。はい、じゃあ最後。私最近練習してるものがあって、なんかその毎回移動の時にそれができたらいいなと思って、うん、あのえ、何？それ聞かない方が、それをライブで言ってるかもしれない。 X で流れてるやつだよ。はい、あ、じゃあ自分がなんですけど、あの空中ウォーク今練習してる。もう押せえよ。ちょっと前でも、まあ、空中ウォークを披露してもらおうよ。楽しいから吐ける。ありがとうございました。そうそう、って言うと。やっぱ行けたらいいなって。あ、ちょっとこれ披露してもらいましょう。練習の成果を見せたいな。あ、藤崎、じゃあ最後藤崎。はい、私は今回イメチェンをします。え、許可を得てイメチェンをすることになった。許可を得た、はい、あ、じゃあこの放送ワンマンライブで初イメチェンで上見えて、はい、出ます。あ、はい、そうなんだ。どこをどうイメチェンするかは、皆さんにお任せします。お任せします。あ、そうなんだ、お任せします。そうそうね、全然違うよ。全然違うよ。わかんなくなった。結構ガラッと変わる。結構ガラッと変えます。お、事務所の方にも結構1ヶ月くらい許可が降りなくて、降りないっていうか、まあ、会議とか何回も重ねていただいて。ごめんなさい、そんな話は大丈夫ですか？1ヶ月降りない、今じゃ銀坊主とかそのぐらい、そのぐらいだね。悩んじゃって。うん、マジでこれは楽しみ、すごく。いや、ちょっとだからどうなるかね、ちょっとこれは藤崎注目ですね。楽しみにしてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、では佐久間さん、まあ、この今回のワンマンライブ期待することとかってありますか？こうなってほしいとか。そうですね、はい、あの第一期というか、うん、あの始まったばっかりからのラフラフの一回集大成見せてもらって。そうですね。でこの後、もうそれはワンマンライブの後、はい、いろんな展開が待ってるんで、ラフラフには、うん、だからライブとしてまず実力がここくらいまであるよっていうのをちゃんといろんな人に見てもらえるようなライブにしてほしいなと思います。なるほど、早かったですね。いや、すごいですね、うん、一瞬で迎えましたからね。迎えた、すごい。さあ、では最後リーダー、はい、あの、じゃあ皆さんに告知をお願いします。はい、3月9日ガーデン新木場ファクトリーで皆さんお待ちしてます。私たちの1周年ライブ、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。皆さんぜひご来場ください。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。